多分。あ、お、え、あ、どうした？どうしました？録画し忘れていた？やばいこと言っていいっすか？うん。録画してたんすよ。うん。画面映してないですね。何しよっかな。僕、全然いいですよ。やつでも、あいつでも、あの野郎でも。あ、何でやろ。も大丈夫ですよ。あ、わかりました、わかりました。あの野郎でいきますね。マジ？ いいよ、いいよ、いいよ。いきますか。じゃあ、普段の挨拶からその流れでやりますね。はい、お願いします。はい、じゃあ、いきます。はい、どうもこんばんは、船です。今回はコンパスやっていこうと思いますが、まあ、このラウンジっていうことで、めっちゃ喋るあの人が来ております。どうぞ。トマース・マルゼン、トマス・マルゼン、トマース・マルゼン、トマス・マルゼン、ドアでも金でもトマス・マルゼン、どうも、役場でございます。ダイヤです。クロレックス、クロレックス。コラボ1回につき1個黒歴史っすね。これ多分ね、今後ともやるときこういうことやんなきゃいけないんだと思うんだよな。ちょっとこれ構えとかないと、考えとかないと、次どうしようってなるから。そうっすね。次考えても、急次。に呼ぶかもしれないんで。そう、でも今回は僕なんですよ。もう一 回、あ、俺今やり回はたね。ーいって。そうっすね、そうっすだね。だこねて、だだこねてだこだなこいねましてた。から、そうっすね。じゃあ、早速本題の方に入っていきましょうか。はい、今回は別に宣は伝い。はありません。宣伝はないんすか？言うならば、は人数が足りなくて、多分ゴールデンウィークにはできない。人集めてくれ、頼む、はは。オーみケー、んそうです。な。そうですね。みんなの力で人を集めましょうと。そういうことです今回ね。は、はそれい。だけです。それだけです。じゃあ、本行こう。題って何ですか？今回の本題 は、今回の本あれ題だはな、どうしようか。何しましょうか？トマスの強みをみんなに知ってもらいたいね。あー、なるほど、なるほど。トマスのそう、強みですね。はい。最近ピエールとかいう変なやつにね、ちょっと、負けてるんで。なんかね、あいつ気に食わねえんだよ、俺。あいつ気に食わないっすか？あいつ気に食わねえんだよ、なんか。なんか知んないけど、耐久が俺より高いからって、ちょっと図に乗ってるんで、あの野郎。ミクよりも高いっすもんね、あいつ。嘘、ほんと、おかしいよ、ちょっと気に食わないっすね。あ、もうその横でお嬢ちゃんがね、足抜かしていくっていうね、おじいちゃんをね。実際、ちょっとね、リアルな話していいっすか？はい、リアルな話。最近ね、また4月になってさ、学校に、まだ学校は無理か、学校行けるとかになって、社会人になった方もいると思います。そうですね、で、それ新で生ね、活やっぱが。り、通勤とかもするわけじゃないですか。登校だったりするわけじゃないですか。その時、朝、すっごく僕が気まずいと思うのが、朝、やっぱりおじいちゃんとかおばあちゃん、散歩するじゃないですか。あ、で、してま昔、すね。本当にちっちゃい頃から僕は心の中で、おじいちゃんおばあちゃんを抜かすのが心苦しかった。本当に。行きましょう、またこんな話してね。行きましょうか。なんちゅう話してんだろ 自分はあれっす本当に。ね、昔から抜かされる側でしたね。え？友人と3人とかでめっちゃ喋りながら歩いてたんですよ。はで、学校とか始まる何時間も前に家出て、おお、喋りながらうろうろしながら学校行ってたんですよ。うろうろって何？なんか、道の端行ってなんか探したり、またどっか行ってなんか探したりしながら、いつあ、も。でも、あれですよね、多分男の子だよね、当たり前ですけど、男の子でしたよね、昔は。そうですね。昔は？昔は？ そうですね。虫とか捕まえてたんですか？ああ、捕まえてましたね。ああ、もうわかります。もう、ありまもうすよ今のね。子やりませんよね、そんな。やらないっすかね。やらないよ、もう。朝早く行って、トカゲだったりさ、で、トカゲよく捕まえてたトよね、カカゲナヘ捕ビまえとたか時、言って。あ、めちゃめちゃ嬉しいっすよね。なんか、カマキリとか鳥よりも嬉しいっすもん。そう、鳥。鳥？内部開始だよ。鳥？鳥捕まえるんすか？今、鳥って言いませんでした。鳥って言ってないです。トカゲです。もう試合やります、試合、試合やります。試合、実況者ですから、我々。何花咲かせてんだよ。
さあ味方はギルガメッシュ、ね、とりあえず加速入れて謎回復入れます。はい、味方リスンに取られました。取られたんで13かけて C 取ります。そうですね、もう C キープでいいっすよ。もう C キープなんてもうちょっと、もうちょっとあのポータル取られたんで慣れてます今。トランクついたミクなんて死ぬ要素ないでしょ。あ、ちょっとあかんごめんなさい、ごめんなさい。あ、だいだいだい、そこからよ、そこから死ぬ、アダム倒します。お、ナイス、ナイス、ナイス味方。え、めっちゃ強くね、めっちゃ強くね味方、もう勝ったか。あ、これ勝ちましたね、これ勝ちましたね。ただ相手がアタリくんだから HS。 ああ、相手アタリくん、アタリくんはまああのミクの、ミクの回復とあのトランクで殲滅しましょうよ。そうですね、そうですね、もうこれがミクトマスの強さですか。うん。さあ、アタリくんの歴史が未だに謎なったんですよね。で、味方クレールダー入れてるんで。ああ、了解です、了解です。まあ、最悪なんとかさ、ちょっと最悪なんとかさ、クレール、ほら、最悪です。あー、サブ、覚えてない。あ、ちょっと待って、食らっちゃった。シュウさん狙っていきたいですね。あ、待って、アタリに入らなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。アタリはもう自力でやるのが今の時代なんですよ。あ、マジっすか。今カードに頼るんじゃないか。加速入れますね。あ、マジ助かるわ。あ、ありがてえ、ありがてえ。カードに頼る時代じゃないっすか。はい、アタリ君解除しました。ナイス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 。これはでかいぞ。はい、回復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 。この HS は回復のために使う。あ、ちょ、ごめんなさいごめんなさい。 C 危な危な。アダムはお嬢様守るんじゃないっす。女王様する、女王様。お嬢様守る。もうダメだ。いや、まあまあお嬢様が女王様かもしれないですかね。そうですね、トマスが、そうそう、まあ裏設定ちょっとバラしちゃいましたね今。あー、これちょっと上裏設定、我々ちょっと申し訳ないですよね、秘密だったんですけど。トマスやられすぎじゃない、アダム。すごいね、装備当たっても暗示効果切れないんだね。あ、そうなんですか。なんかね、キャンセルかなと思ったけど、吹っ飛ばされた先で使うような。あ、なるほどなるほど、いいですね、いいですね。キャンセルではないらしい、分からん。 OK、 とりあえず加速入れます。 OK、 もうこれトマスのおかげっすね、これは。あ、もうそう、いや、そう、違う、ミクソン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 、あ、もうみんな、うん、そうっすね、そうっすね、まあ、トマス率いるみんなのね、味方のおかげっすね。うん、そうだよ。着地点がないんすけど。いや、ちょっとね、今の試合ね、ちょっと負けたかった。なんかね、会話を作りたかったんだけど。あー、勝っちゃったっすね。じゃあ、あえてボツで。いや、勝ったじゃないっすか。勝ちましたよ。いやー、ちょっと今のトマスの良さ伝わらなかったな、多分。あー、ちょっと、いや、でも伝えすぎて、ちょっとあの視聴者側が理解できないまでありましたね。あー、なるほど、ちょっと強すぎたから、うん、ちょっと強すぎて、そうやっぱあのちょっと強すぎたから、そう、理解できる、伝えるレベルの強さっていうのがやっぱ大事ですからね。つまりトマスやめろと。いや、そういうわけじゃないです。ちょっと強すぎると視聴者が理解できないから、で、ちょっとちょっと手を抜きましょう。うん、まあ敵のためにもね、ちょっとまあいい試合を本気でやりすぎた。そう、本気でちょっと実力出しすぎちゃいましたね。出しすぎちゃった。でもね、もうトマスフリーバトルだと思う、できれば同じで負けるっていうのはちょっと怖い、相手が上手いとしか言いようがない、ここまで来ると。あ、トマスで、はいはい、僕のトマスで敵倒すことがね、はいはい、僕のトマスがやられたら、その人超上手いっすよ。あー、ほんとそうっすよね。そのぐらいまで来てる。多分あの日本トップレベルっすよね、トマス倒してるのは。ね、トップレベル何、数千人の。僕結構死んでるよ。いや、トップレベル人にたまたま合ってるだけだと思いますよ。10人とかしかいないんですけど、多分そう、合っちゃってるんですよ。それがかける100みたいな。
マップはグレートウォール。グレートウォールでございますね。味方がガンナーですか。ガンナーですね。そうですか、うんうん、まあ、そして最近情報されたレムですね。ミスタカとレムが、いやこれだいぶちょっと破天荒な試合。ミク頼んます、頑張ります。とりあえずストラクティ入れてレイヤーよりも先にポータル取っちゃいますね。あ、任し、頑張ってください。ああ実質これ味方全員回復なんだよ。味方全員回復しか回復味方の還元がすごいんだけど。さあ、このアシーヤバメか。いや大丈夫ですね、まあ、こんなんでへこたれるミクじゃないですね。次はね、ロアという最強のアイテム。あーこれ上がって素晴らしいですね。あーどうかな、どうかな、敵の大地に行きたいっていう欲もある。あでも裏行きましたね。あーイスタカですか。そうですか。いや最近 お久しぶりだねイスタカ君。いや君最近情報されたらしい。あこれちょっとサイッと、あっ君が下行きましたね。ちょっとあの癒しのこと頑張ってください。あ、大丈夫大丈夫、イスタカお亡くなりになりますね。あ、ナイスですね。トランクは消えさせませんよ。いや、この卵本当に美味しいっすわ。卵、そうか、卵が今ついたよ。こっちはエビだもんね。いきなりちょっと卵の話になって。卵なんだなんだと思ったら、あ、そういえば送ってんの卵だ。多分ね、卵がね、くなさんの動画で一番卵っていう単語を使った動画だねこれ。そうっすね、これで今までに一番卵って言いましたね。卵記録更新しました。あぶら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 、実質トップ。よし、とりあえず強化入れます。あーいざーす。何の強化？足ですね。イエーイ。じゃあ飛ばす。どうしたんすか、どうしたんすか。イスタカやりすぎて、イスタカやりすぎて。あ、この人も機関車じゃなくて暴走車、あれだ、イスタカだ。暴走車イスタカ。暴走車イスタカ。どっちやろ。武術家っすよあれ。マジっすか。武術家でしたよ。マジっすか、武術家とトマスじゃない、武術家イスタカっすか。イスタカって名前じゃないっすね。あ、気をつけてくださいよ HS。 あ、わかりましたわかりました。 C で起爆させておきますね。あれ見えない。僕 C に今日一回も行ってない。ごめんなさい、落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃう。ほらほらほら、生きてる生きてる。誰見ろって言ってた。レイヤーに1ダメージしか入らないです。レイヤーに1ダメージしか入らないです。ドルケナウだね。あ、ドルケですか。あーよかったです。肉がやばいわけじゃないですね。大丈夫。豆知識なんですけど、はい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 、このトマスはイスタカの HS フルで耐えます。え HS 耐えます。このトマスフルでダーンって矢が振って何来るか分かんないっすね。確かね、いや、はい、この前受けたときは体力で3分ちょいしか減らなかった。愚かなるもの。えそんなもんじゃない。ちょっと理解に苦しんでますね。多分ピエールでも耐えるんじゃない、はいはい、デッキによっては。えイスタカはなんかガードを張らなくても耐える。うん、ちょっと何してるか分かんないっすね。あ、やっぱ体力がせ、これがイスタカじゃないトマスプロですね。トマスプロ。そうイスタカの攻撃もフルで受けちゃうみたいな。あ、やっぱトップレベルのプロっすね。うん、そうなの。これいいの？今の試合本当最後の5秒ぐらいしかトマス C 行ってないけど、船さんの絵からしたら多分トマスね、はいはい、1分もいなかったよ多分。あ、お、え、あ、どうした？どうしました？録画し忘れていた。やばいこと言っていいっすか？うん。録画してたんすよ。うん。画面映してないですね。